えてインサイドでポジション取ってますかね。今結構ツートップ気味に小林よりも前にいますし、ルーズボールゆるきが拾って右サイドまで運んできます。武藤うまく狭いところを回避して家永右に山根あえて立ち位置インサイドとってマイボールになる瞬間に外に開いて、まあ、そこで起点ができるっていうところですかね。今シーズンはここまで全試合に出場しています家永。抜けたマルシーニョ戻してきます。完全に大外余りました。上り坂マルシーニョ追い越して上り坂ブレコントロール脇坂シミッチスイッチが入ります。縦へ行く稲川はあえてインサイドポジションを取ってますかね。今結構ツートップ気味に小林よりも前にいますし、はい、ルーズボールゆるきが拾って右サイドまで運んできます。武藤うまく狭いところを回避して家永右に山根あえて立ち位置インサイドにとってマイボールになる瞬間に外に開いて、まあ、そこで起点ができるっていうところですかね。今シーズンはここまで全試合に出場しています家永。脇坂だけ抜けたマルシーニョ戻してきます。完全に大外余りました。上り坂マルシーニョ追い越して上り坂ブレコントロール脇坂シミッチスイッチが入ります。縦へ行く今完全に